ケリー・リン・ラッセルは、アメリカ合衆国の女優。カリフォルニア州、ファウンテン・バレー出身。フランス系アメリカ人の父親のデイビッド・ラッセルは、日産自動車社員、ユダヤ系の母親のステファニーは主婦。兄と妹がいる。幼少期は、父親の転勤が多く、テキサス州やアリゾナ州、コロラド州で過ごした。 1991年から1993年までディズニーチャンネルのミッキーマウスクラブにブリトニー・スピアーズやクリスティーナ・アギレラと共に子役グループの一員として出演。ミクロキッズの続編で1992年公開のジャイアントベビーで映画デビューを果たす。1998年放送開始のテレビシリーズフェリシティの青春で タイトルロールのフェリシティを演じブレイクする。翌年のゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞し、ピープル氏の最も美しい50人の一人に選出された。2000年のマンボ、マンボ、マンボではヒロインを演じ、ミッキーマウスクラブで培った得意のダンスを存分に生かした演技を披露した。2002年にはメルギブソン主演のワンスフォーエバーに出演。 その年の5月には4年続いたフェリシティの青春が終了し、その後はニューヨークでしばらくの休暇を取った。2004年にオフブロードウェイで上演されたニール・ラビュートの戯曲ファット・ピックで舞台デビュー。2006年にフェリシティの青春のプロデューサーである JJ ・エイブラムスが監督を手掛けた M I. ・ I ・ L ・ L ・ L に スカーレット・ヨハンソンが演じる予定であった、イーサン・ハントの愛弟子のリンジー・ファリス役で出演した。同年の夏より、米化粧品会社カバーガール社のモデルも務めている。2013年からは、テレビシリーズ、ジ・アメリカンズの主演を務め、個人賞に輝く。2018年には、ブロードウェイで、初舞台を踏む。M.I.3 の撮影時に、トム・クルーズから、 サイエントロジーの誘いを受けたと報道された。2007年2月14日に大工のシ支ンデアリーと結婚。同年6月9日に長男を、2011年12月27日には長女ウィラ・ルー・デアリーを出産したが、2013年には離婚した。その後は、ジ・アメリカンズの共演者、マシューリスと交際し、2016年5月に二人の間に子が生まれた。 ありがとうございます。